はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。中様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。埼玉県不法滞在パキスタン人、国保に入れない、現地料が受けられないから、国保に入るため在留資格くださいという訴訟を起こしました。世論です。不法滞在なんだから、身の程をわきまえないと。10割負担で治療を受ければいいじゃない。そうだよ。自国で存分に治療を受けたまえ。日本は病院じゃないんだよ。パキスタンで治療すればいいじゃん。核兵器持ってるぐらいだから、その程度の医療技術もあるよね。これを認めたら、治療目的の外国人の不法滞在が増えちゃう。14年前にですね、31歳で46歳の日本人女性と結婚し、難民申請を繰り返すことで居座ってるやつでした。14年も結婚しているのになぜみたいな話なんですけど、おかしいな。まともな外国人が日本人と結婚したら普通は永住権もらえそうなもんだな。私の知り合いで中国人嫁もらってる男性2人知ってますけど、普通に永住しとるよ。現在も不法滞在状態ってことはよ、前科があるとか、なんか隠してそうですよね。こいつただの不法滞在じゃなくて、現在悪性リンパ腫ステージ3だそうで、平均年収6万円のパキスタンには帰りたくないわな、そりゃな。10割負担だったら治療受けられるんじゃーんって、それ嫌なのって話なんですけどね。国保がないなら民間の医療保険にしこたま入っておけばよかったんでは。俺には国保がないから民間の保険入んなくちゃ。癌に特化した癌保険とかいくらでもあったのにね。わがままだよ。10割負担は嫌。民間の保険にも入ってない。それもしないでですね、弱った時に助けろってわがまますぎんだろ。背後にパヨ団体とパヨ弁がついてるのは間違いないでしょうね。パヨ団体、10割負担で治療を受けさせてやったらいいじゃない。お金出して。これ訴訟に持っていこうっていうのは判例欲しいがですよね。不法滞在者にも国を使わせますなんてことになったら、そういう判例が欲しいんですよね。パヨ弁とパヨ団体は。ってことになったら病人のね、不法滞在、激増しますよ。国保がパンクするよね。病気になったら日本に行こうみたいな話になっちゃうじゃん。これ、パンクするよね。大阪万博の公衆トイレ建設費が、大阪万博会場の公衆トイレ建設費が、一箇所につき2億円と判明し、炎上。全部デザイナーズトイレ。一体どんな税を尽くした仕様になるのか。壁と床に金箔でも反応がって話なんですけど、専門家、公衆トイレで2億円はさすがに高すぎます。7000万円が妥当なところではないでしょうか。まあ、中抜きするんでしょうね。中抜き。世論です。開いた口が塞がらない。納税が嫌になる。もらう側は笑いが止まらない。黄金のトイレかもしれない。話題になったトイレ、透明トイレも、この前行ったらめっちゃ汚かった。維新議員の資材で捻出しろ。それも展示だから。業者の会計チェックしろ。2億円なら3階建てぐらいのビル建つんじゃないこれ。バイオハザードの洋館みたいなんですね。大豪邸の建設費ですよ。2億円なんて。ケツ拭いてくれるロボットでも、置くんだろうか。何百体も。ケツ拭いてくれます。みたいな。当初1250円と50億円と見積もられていた会場建設予算がほぼ倍の2350億円まで膨れ上がっております。ずっさんですね。当初の見積もりがずさんすぎのダメダメだったのか、途中からですね、これも抜ける、あれも抜けるの中抜き天国になったのか、体育館みたいな巨大トイレかもしんないんですけどね、体育館みたいな巨大なトイレ。何百も便器があるような。けど納税してる方はイラッとしますね。おかげで維新の支持率右肩下がりであります今。自民と公明のですね利権潰しの実績で、大阪の支持率上がったのに、いざ権力を握ると同じことやりだすっちゅうね。建設担当の大手ゼネコンに
ごっつい中抜きさせて、後でバックしてもらうんですかね。3000万でできってこう、2億円払って、1億7000万儲けさせて、で、7000万円もらうみたいなことやるんでしょうか。国税入らずに、地元の金だけでやってもらうなら、それ以外の地域の人間が口出す場面ではないが、国税もきっちり入ってんでしょ。経済効果は2兆円なんて言ってるけど、倍に膨らんだ建設費見ると、そんな見積もり全く信用できないですね。H3 ロケット2号機、コスト半分で打ち上げ成功。あとは搭載する核弾頭を開発するか、どっかから買うだけですね。で、手軽に核弾道ミサイルが出来上がり、大陸間弾道ミサイルですか。祖国の危機が高まった。パヨが発狂しておりました。世論です。共同通信、おつやモード。パヨ発狂、カウントダウン。もう発狂してたよ。パヨ怒りの GDP 4位転落連呼。ロケットの金があるなら被災地に回せとか言いそう。悔しいの、悔しいの。株高にロケット打ち上げ成功と、マスコミ悔しくてたまらんな。ワイドショーのコメンテーター。気候変動の時に何してるんだと思う、宇宙で何やっとんねんっていう画像を見つけました。画像から番組名わからないんですけど、どうせ他局も同じでしょうね。テレビの中の人間は日本の優秀な弾道ミサイル完成で憎いやら悔しいやら、なんでしょうね。韓国で行われるドジャース対パドレス戦2試合を NHK とテレ朝が放送すると発表。1戦目は NHK 独占放送、2戦目は NHKBS とテレ朝が並行放送だそうであります。 NHK が金に物を言わして買い取ったみたいです。フジテレビは近結で争奪戦に参加できなかった参加できなかったって、そうだよな、フジテレビな。何千億円の売り上げなのに利益が4000万ポッチしかなくて、もう来年には赤字転落間違いないねっていう話でしたんでね。世論です。野球は CM 入れまくるから美味しい。フジテレビってそんな金ないんか。日テレは社内調査で忙しい。原作者が死亡した件で社内調査開始したと。テレ東替えの外、富士資金難笑ったと。いう話で、メジャーの試合を韓国で開催とは知らなかった。今後はですね、F1 みたいに各国を転戦するんだろうか。韓国の試合で大谷が欠場したら大騒ぎ。そうですね。差別よなんよっつってね。富士の金欠は喜ばしい。13年前の富士デモ参加以来、富士は特に嫌い。正月に地獄絵図飾っちゃうしね。心残りはですね、当時の経営陣はもういないだろうなっていう話。定年して逃げ切って、直接天罰下したかったよな。その他のニュース、少子化対策支援金名目で保険料上乗せ調整を、徴収を閣議決定してしまいました。非難合々だったけど中止しないんだな。これで来月の内閣支持率はまた過去最低更新が確定ですね。昨年の婚姻数、結婚した夫婦50万組以下と判明。50万件を割るのは90年ぶりだって。90年ぶり、1934年ぶりってことですよね。その頃って人口8000万人ぐらいしかいなかったですよね、確か。その年の出来事、溥儀満州国皇帝即位、帝人事件、中堅八公像開幕、東郷元帥国葬、スターリン大粛清開始などなど。だからね、女性を働かそうとする男女共同参画やめろって、労働力輸入やめろって、日本人の賃金上がんねえから。米国はもっとひどいんで、大卒者の6割が女性になってしまいました。女性の方が高学歴になっちゃった。大卒女性3人に対して大卒男性が2人しかいないってことになって、高学歴女性余りが深刻だそうであります。もっとも米国はですね、福祉と医療を諦めたんで外国人を輸入するっていう移民国家なんで、人口減少の心配はないみたいなんですけどね。高学歴女性でもですね、トップの方ならすげえ金稼げる人なら、20歳年下のイケメンをペットにすることも、優秀な精子買ってハウスキーパーやらシッターやら雇って独力で出産育児することも可能ですね、トップの方ならね。岡山県、少子化対策として同窓会に補助金出しますと発表。それでなんで子供増えんのか謎なんですけど、同窓会って伴侶や彼氏彼女がいる人しか来ないイメージなんですけど、不倫させようとしてんのかな。私は同窓会で会って不倫始めたカップル2組知ってますけど
同窓会に参加するのは今の自分に自信がある人で恋愛弱者じゃない気がしますよね。話し合いの中でこれ誰も思いつかなかったんだろうか、岡山県の執行部っていうか、それとも特定の業界に金流したいだけで、あとは別にどうでもいいのが少子化対策にならなくても、文京区のとある中学校で昨年の卒業者全員と在校生4年4学年分、全員の成績と進路希望が誤ってネットに公開されていた。で、11人の生徒がそれを見てしまった。保護者会を開いて校長が謝罪したそうであります。私の高校でですね、上位半分がテスト結果張り出してましたけどね、誰それないみたいな。成績下位の親がみっともなく騒ぐんですかね。別に住所とかバレたわけじゃねえからいいんじゃねえかなんて私は思うんですけれども、周知院学園でも張り出してましたよね。白金に毎回向けて影様が悔しがってましたよね。今の高校ってそれやんないのかな。中学とか AI 解析による各国が一番嫌いな画像公開、まあ、こちらなんですけどね、 AI 分析だって、日米、カナダ、オーストラリア、インド、韓国、ニュージーランド、タイ、モンゴルは中国が一番嫌い、一番嫌い、EU はほぼロシア、南アフリカもロシアが一番嫌い。まあ脅威だからでしょうね、昔から。特にね、ポーランドとかハンガリーとか近いとこはいつもロシアの攻めてくることを恐れてますもんね。中ロ朝が米国、中国ロシア北朝鮮は米国が一番嫌い。中東とアフリカの上の方とインドネシアはイスラエルが一番嫌い。多分ここはイスラム国家なんでしょうね。ブラジル、ペルー、チリ、メキシコはアルゼンチンが一番嫌い。南米の中では先進国面してて嫌われてたんで、まあ強い時期もありましたよ。母を訪ねて3000里、アルゼンチン景気良くて、まあ先進国でイタリアから出稼ぎに行った母親のことをマルコが訪ねていくって話ですね。まあ昔は先進国だった。でも いつまでも先進国ざらしてから嫌われてんだって周りの国から。アルゼンチンは英国が一番嫌い。まあフォークランド戦争でやり合いましたからね。日本人は一番中国というか中国共産党嫌ってのに、なんで普通に観光客やら留学生入れてんだろう。岸田とね、自民党のじいちゃんたちは別なもの見えてんですかね。日経平均記録更新に備え証券会社がくす玉を準備、割れませんでしたけれども昭和かよと話題になっておりました。確かに昭和臭いですね、くす玉用意、令和なのにて、まあ、証券会社は株価更新、最高値更新、史上最高値更新は嬉しいことなのかね。自分たちのボーナスとかにも影響が出てくる嬉しいことなんでしょうか。ちょっと謎であります。というわけでメール投員に、なってください。あとは割増金請求された人いませんか、 NHK に。ある払っちゃった人でも今請求されてる人でも構わないんで、私に連絡ください。拍車差し上げてもいいです。連絡くださいよ。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。